高速道路、高速道路、高速道路、日本における英語表記は、エクスプレスウェイとは迅速な交通移動を達成することを主目的にした道路であり、主に自動車が高速かつ安全に走行できるような構造になっている。国や地域の道路網の中で、機関的な役割を担うことが多い。高速道路とは、 交差点をなくすなどの出入り口、合流箇所制限の実施や上下分離することで高速走行を可能とした道路のことである。国や地域によって名称や規格などは異なっている。高速道路の役割としては国や地域の道路網の中核を担う役割を担っている。また、並行して走る一般道路の渋滞緩和の効果もある。具体的な安全実現の例として、 一般道路とは、出入り口によって隔てることで歩行者や高速での移動が不可能な小型車両の侵入を防ぐなどの工夫が挙げられる。世界で最初に高速道路が建設された国は1932年のドイツで、ついでアメリカと続き、その後世界各国で高速道路が建設された。高速道路の名称は世界各国で異なっている。ドイツ・オーストリアは、 アウトバーン、アメリカ・オーストラリアはフリーウェイ、カナダはトランスカナダハイウェイ、フランスはオートルート、イギリスはモーターウェイ、イタリアはアウトストラーダと呼んでおり、日本はハイウェイが一般的である。日本においては全国的な自動車交通網の数用部分を構成し、かつ政治、経済、文化上を特に重要な地域を連絡する道路、 その他国の利害に特に重大な関係を有する道路と定義されている道であり正式な名称は高速自動車国道である。建設、運営に関しては国土交通大臣が内閣決議を経て予告、告知を行う義務を有する。厳密には地域高規格道路各地域ごとの区分として自動車道を名称としているもののうち A 路線と規定されたもののことを指すが バイパス道路なども構造的に高規格幹線道路に近いものが用されているものについては抗議の高速道路と認知されている場合もある。大都市圏内の移動を目的とする高速道路は都市高速道路と呼ばれる。都市高速道路では用地取得などに制約が多く都市間を結ぶ道路と比較すると線形が悪く速度規制も厳しい場合が多い。 都市高速道路の役割としては、都市間を結ぶ道路とは異なり、通勤、通学や買い物などの日常的な利用が多いとされる。路面に関しては特殊な溝や凹凸加工を施して、音を出す、意図的に荒い路面にすることで、居眠り運転や通行が許可された範囲を逸脱する、通行への警告を示す等の対策が施されていることもある。ランブルストリップス。 高輝度レーンマーク、商標、バイブララインなど。アメリカにおいては1956年、昭和31年に承認した連邦補助高速道路法により、週間高速道路網が整備された。各週間高速道路にはそれぞれ個別の路線番号が付加されており、週間高速道路、XX 号線、IHXX、 インターステートハイウェイ XX もしくは単に、週刊道、XX 号線、IXX インターステート XX と表記される。ドイツには自転車専用の高速道路がある。道路には、信号機や凹凸がない。現在開通しているのは、デュイスブルグ、ボーフム、ハム等ドイツ西部の10都市と4大学を結ぶ、計画の道路、100km 以上うち 5km で、 同道,道路の大部分は線路、現在不使用に沿って建設される予定。この他にも二つの自転車用高速道路が計画されているほか、二つの自転車用高速道路が実現可能性の調査が行われている。1908年にアメリカにおいて世界初の自動車専用道路とされるロングアイランドモーターパーク A が開通している。 第一次世界大戦後にはドイツにおいてアウトバーンが建設された。また第一次世界大戦後のアメリカではパークウェイ、フリーウェイが建設されていった。初期の高速道路は軍事目的の側面が強かった。アウトバーンは滑走路としても使うことが検討されたが、次第に経済発展の目的が強くなっていった。ドイツでは1932年に アウトバーンのボン・ケルン戦が初開通し、1933年にアドルフ・ヒトラーが政権に着くと第一次世界大戦で自動車が活躍したことを背景にアウトバーンの建設計画が推し進められ、第二次世界大戦前までに 3859km、km の高速道路網を完成させていった。アメリカでは1940年に ペンシルベニア州のペンシルベニアターパイク開通を川切りに高速道路時代に入り目覚ましい発展を見せていくこととなった。また世界では道路先進国でありながら高速道路では一方遅れをとっていたイギリスでは本格的な高速道路建設が始められたのは1957年以降のことであった。一方で日本の道路事情は欧米諸国に大きく遅れを取っていたが 戦後の高度経済成長期にあたる1963年、昭和38年7月16日に日本初となる高速自動車国道として、名神高速道路の立東 IC 天が IC が開通した。高速道路は高速走行を容易にするため、設計上カーブの曲率や勾配、アップダウンを緩和した線形としている。また、 対向車線の自動車との衝突を避けるために中央分離帯が設けられることもは、故障した場合に停車できるために路肩のスペースも広く設けられている場合が多い。高速道路は原則として信号機や交差点を極力設けないなど他の道路とは独立しており他の道路や鉄道とは立体交差されている。高速道路への流入は交差点を用いずインターチェンジ。 IC を用いる。また信号機も使用しない。特に高速道路同士での交差は、ジャンクションと呼ばれる。そのため高架や森土などの構造物を建設して、その上に作られる場合もある。山間部のような地形では、トンネルも多用される。高速道路の途中には、パーキングエリア、PA やサービスエリア、SA といった休憩スペースや、 ガソリンスタンドなどが設けられている。サービスエリアなどでは、ドライバーの仮眠や食事などが行えるほか、地域のお土産物などが購入できるようになっている場合もある。高速道路の管理は、その高速道路によって様々であり、事業主体も異なる。ただ全体的に見た傾向では、政府の管理下にあるものが多い。開発途上国においては建設費の財源として、 世界銀行や政府開発援助による融資を受けて公共事業として行われることが多々ある日本においても名神高速道路などが世界銀行の融資によって制された高速道路は出入り口制限されているために料金を徴収する場合がある料金については日本のように有料だったものを低価格化している場合もあればドイツのように長年無料だったものが 料金徴収を始めたケースもあるなど様々である。有料の場合では、ITS の導入の一環としてや料金、徴収所での渋滞を緩和するために、無線通信による自動料金収受ステム、ETG などの導入が進んでいる。有料の場合と無料の場合がある。ドイツなどでのアウトバーン、イギリスなどでのモーターウェイでは、基本的に無料である。また、 アメリカやオーストラリアのフリーウェイも基本的に無料である。フランスのオートルートも道路は無料という原則に基づくものであるが、高速道路法によって許可会社、セムなどが有料で道路を建設できるとされたため、事実上有料性が取られている。ただし、公共性の観点から無料であるべき道路や機能上、 重要な路線、いわゆる都市内高速道路や港湾道路、国境近郊の道路は無料である。ポーランドのアウトストラーダも原則無料である。それに対し、イタリアのアウトストラーダは有料である。日本では地方の路線などで一部無料の場合があるが、一般に有料である。民主党は高速道路無料化をマニフェストで提唱し、2010年度には高速道路、 無料化社会実験を一部路線で実施した。高速道路は一般道路と比較すると線形などの条件が良好で交差点なども少ないため交錯する危険性も少ないことから一般道より走りやすく事故の発生率そのものは低い。しかし高速走効果での事故となるために死亡事故などの重大事故となりやすいといった問題がある。事故原因の一例として 高速道路では直線区間が長く続く状況下に由来する催眠現象がある。現象の影響により運転者には眠気を催す、あるいは現実感の喪失等といった症状が認められ、結果として交通事故につながる要因となりうる。事故防止策として日本では直線道路が建設が可能な地形であっても意図的にカーブ部分を作る等の対策を取る場合がある。 これは道路の直線を減らして連続する緩やかなカーブを作ることによって軽に変化を持たせドライバーの集中力を持続させる効果を狙うものである。また過剰な速度での通行を抑制する目的がある。日本の高速道路の多くの区間はこうした緩やかなカーブを連続させてあることが多く純粋な直線区間は少ない。こうした設計手法は 高速道路の先進地であるドイツのアウトバーンの技術がしるべされている。2000年代後半にリーマンショックや米国発の世界的金融危機が勃発して以来実質金利がゼロに近いような記録的状況が5年以上継続している。この状況は主な先進国の国際金利のみならず、社債にも当てはまることである。ノーベル賞経済学者であるロバート・シラーも述べるように 長期の実質金利が低い状況においては、政府はお金を借りて、新しい高速道路などを建造するべきであり、それは健全な投資である。現実に2015年5月の時点で、米国の30年インフレ連動債の利率は0.86%であり、他の多くの国でも似たような状況である。経済成長の観点から言えば、1929年以降で、 米国の経済成長率が最も高かったのは1950年代と1960年代であってこの時期には大規模な高速道路網の構築に多額の政府支出がなされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。